なぜかカバンにシャロの缶バッジをつけることになったんだが、これには何の意味があるんだい？特に意味はないわ。これはこれで逆に目立つような。で、今回はどちらへ？県内縛り。ただそれだけである。両アーム計画ってことね。あ、特急が来たみたいだよ。22000系ね。後ろはパンタグラフからして22600系かしら。急行に乗ろう。京都行きの急行、前の2両は1233系ですね。どこまで乗るの？大和西大寺？それとも高野原？あるいは西の京ですか？今その駅走るんだよ。するよ。あ、後ろの車両は9020系ですね。またまた8600系ね。やっぱ多いよねー、8600系って。後ろ4両も同じ8600系ってですね。こちらへ行くのでしょうか。今から行くのは、学研なら富ヶ丘駅だ。ふざけて。逆に系統ってあのバスかな。ちょっと待って。まさかのバスを使うとは。あ、ごめん、両替してくる。ちょうど信号待ちだもんね。両替到着。近くにイオンモールがあるけど、行く？今って空いているの？9時開店なので空いていないですよ。おいたいた。車両は7000系か。これで生駒まで行くのよね。そう、で、生駒駅から先なんだけどね。王子駅から大和路線で、奈良山駅に行くよ。奈良山駅？あそこって何かありましたでしょうか？まあ目的としては王子駅から奈良駅までだから、奈良山駅はついで感覚だよ。
く、生駒線に乗り換えるよ。発見なら富山を開示へ向かう電車と、奈良線の電車が来ましたね。秋名は1026系ですね。ちょっとメトロ車両が来ちゃったよ。大阪行きたいな。ホームに移動してきたよ。4番乗り場に入線してきたのは大阪難波駅の快速急行だね。後ろの車両は2両と2両のやつだね。あれは9820系ですね。それで今から乗車する電車は1021系みたいだね。さあ王子駅へ向けて出発。切り替わりましたよ。近鉄さんって意外と対応が早いな。扉が閉まります。ご注意ください。市議さん自体駅では何も来なかったから王子駅で何回言っぽいね。次は王子です。この電車は次までです。西川本方面と JR 線がお乗り換えです。で、次の王子駅で JR 線に乗り換えるんでしたよね。221系天国で有名よね。それ確か佐賀の三輪線じゃない。 JR 線が見えてきて221系が大阪方面に向かって走り出しましたね。そしてやっぱり王子駅で生駒駅が待機していたね。 JR 線はお乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。あ、これは特難じゃない。しかもここから先は JR 当面特難と派はないかもね。それはフラグを自らも受けたってことでよろしいでしょうか。あっはっは、ミスギアよ。
それで本当に来たらちゃんとリアクションしてくれるんだろうね。そこですか？ここからは JR 線、9時半発の快速なら行き、これに乗車するよ。マルシウスで6両ってことは、201系ね。4扉6両編成で、201系じゃなかったら他に何があるんだって、話だよね。221系だったら3扉ですからね。103系とか113系とかだったら4扉6両編成でも。113とか随分前の話だね。大和路線や大阪東線で活躍している201系の編成でトップの番号は ND601 ですが、これは ND608 なので違いますね。前方から221系だったね。それも2列車。大和路快速の方は4両と4両の連結タイプね。また221系が来たわね。京都駅へ向かう宮古路快速だね。
はあれがありますからね。次はこの 221K に乗るよ。たまには戦闘車両じゃなくてもいいよね。へえ、必ず戦闘車両に乗らなければならないという決まりはないからね。なんか縛りみたいな感じになっていませんか？そんなことないよ。次は奈良山です。お出口は左側です。奈良山を出ますと次は木津に止まります。さて、例のあの場所だけど何が止まっているかな。おっと、207K ですね。直通快速の運用待ちでしょうか。ところでさ、今スマホで地図を見ているんだけど、あの辺りが県庁らしいよ。割とすぐなんですね。で、話を鉄道側に変えて、207K の他には、201K と103K、それと221K がいるね。321K はいない感じかな。さらに進んだら、バス停があるね。130系統の奈良山駅東口バス停ですね。本数は非常に少ないですが。何これ、住宅街のそばにあるのに、6時台に2本しか来ないって。そういえば反対側にもバス停があったよね。あることに変わるんですが、こっちも本数は少なめですよ。日中は全然来ないわね。そういえばルナ、奈良山から波動するのよ。運動しようか。このまま奈良駅に戻るか、高野原駅に行くかのどっちかなんだよね。とか言ってたら何か来た。あら、205系ね。確か奈良線の205系って、全9編成あって、最初の編成が ME401 編成で、35番と103番。あのあれ35番なんだけど、それ間違っていなければトップ編成ですね。なんか複雑だな。なんかさっきも聞いたような。二人とも、悪いんだけどさ。どうしましたか？歩くよ。どのくらい？信号待ちも考えると、40分から50分くらいかな？私はそのくらいだったら平気ですよ。しょうがないわねー。よし、それじゃあルートに下がなんか来た。どうせ221系だって。おっと、バス停発見。奈良山研究パーク、日中だと1時間に2本は来ますよ。あー、でもこれもう行っちゃった感じだねー。来たことない場所だけど、意外と住宅が立ち並んでいるわね。地図がなかったら右も左もわからなかっただろうな。イオンが見えたらもう大丈夫だね。あと少しですね。到着。はぁ、やっと着いた。ここ浜田ソラリー式なんですね。LED タイプが普及しているけど、こっちのタイプも私は好きかな。なんかおかしくなってない？一応機能しているんだし、いいんじゃない？あの急行で、次の停車駅である大和西大寺駅へ行こうか。あれ、橿原神宮前駅で、そのまま乗れば帰れるけど？ふっふっふ、メディスンよ。私たちは橿原線側から大和西大寺駅に来て、奈良線の大阪方面に行って、今から京都線で大和西大寺駅に再び入る。ってことは、本日はまだ乗車していない、奈良線の奈良方面に乗るってことですね。その通りだよ。ちょっとそんなの聞いていないんだけど。これどうしますか？今回の内容は全部僕にしますか？それはそれでもったいないと思うけど。そうだよ。バスに乗って201系に乗って、あれほど歩いてきたのに僕だなんてもったいないよ。でも奈良線が見合わせているんですよ。奈良駅は来てくれるのでしょうか？生駒駅と奈良駅を走っている電車だったら多分来てくれると思うよ。入線は問題なかったけど、さあどうするか。やっぱりあれで戻る。特難来ちゃったわね。しかも先ほど 5820K の特難と遭遇していますし、同じ駅で2回も特難回収をしたことになりますね。一応ネタとして言わせてもらうけど、なんでこうなった？次の奈良駅は35分発みたいですが、その次の電車まで待ってみてもいいんじゃない？一度に集中するから、あえて1本逃すってこと？あ、まあ、ということでいや。まもなく僕の駅に到着します。お座りのご電話をおかけし申し訳ございません。あれは 5820K ですね。特難乗ってみませんせいね。一番最後に来たのは1030。ホットナンバーに行けないから残念だって、チェコに帰っちゃうみたい。
1000系みたいですよ。ほう、車番は？ちょっとここからだとわかりませんね。2番乗り場到着の電車は先頭は1601名。あ、それ2両タイプのトップ編成ですね。あれま、そうなのか。電車は4番乗り場へ回りください。お乗り換えください。2番乗り場電車に乗り場は中央銀座へ。この後中央銀座の駅は17分まで停車します。この後中央銀座の駅は車中の電車にご乗車ください。ご利用のお客様、お乗り遅れのないようご注意ください。2番乗り場から来年に発車します。乗れなかったけど、本当に大丈夫なの？まあ大丈夫でしょ。大阪側が止まっていても、京都側から来るやつもあるんだからさ。神宮前行き特急です。座席はすべて指定となっております。お手持ちの特急券。本日奈良線指定構内で PC 事故が発生したようです。あ、それは言われてかなりってやつですね。電車の取り消し等が発生しております。お急ぎのところお客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございません。吉屋の急行に乗ろうか。吉屋の急行に乗るの？電子線違うよ。ガラス無線の車両なので京都国際会館駅から来たことになりますね。お、ミナーラが見えてきたね。確か主さんがよく行っとかなんとか。その情報いるかしら。ところでこの先どう行くかは決まっておりますか？もちろん近鉄奈良駅から JR 奈良駅まで歩いて大和路快速で郡山駅へゴールイン。そこは万葉なほど場線で準備や桜井に行くのもありじゃないかしら。そうしたかったんだけどいろいろあってね。JR 線側でも近鉄電車の情報が案内されていますね。まだ振り返り途中だもんね。おっと、これ後でチャージしておいた方がいい感じかな。一時期は2万円ギリギリまでチャージしていた時もあったわね。そんな時期もあったようななかったような。どっちですか。227系が来ましたね。すっかり227系が馴染んできたわね。ちょっと前まではブルー一色の電車がいたんだけど。え、ブルー一色？阪和線の103系。確かに一色だけど違うわよ。南海の空港特急ですかね。ロースが来たら乗り心地が大変なことになるわよ。で、安定の221系ですね。しなかった区間や路線に乗車するってネタ波動よ。あー、それ面白そう。過去に皆さんがやっておられると思うんですが、それとは違う進め方を考えればいいんだよ。例えばあえて特急に課金するとか。交通費がどんどん削れていく運命が見えるんですけど、それいつものことじゃないかな。そうですか。いつものことで。いや、いつものことで大丈夫なんですか。大丈夫よ。気に